森田さん、こんにちは。スクエアエニックスの松田です。早いもので、あの社名をかけた全面対決から5ヶ月が経ちましたよね。肉離れもそろそろ完治されているのではないでしょうか。再戦の約束、もちろん覚えていらっしゃいますよね。我々は準備が整いました。さあ、スクエア対SCE の全面対決を始めましょう。愛されてますね。誰にも言ってなかったんですけれども、はい、私来る前に足を肉離れしてるなるほどさあ、ここで森田さんからの指示がありました。反中者山田弾幕が来ました。ありがとうございます。勝利したのはまたもやスクエニチームとなりました。そうですね、上手い人も本当にそうでない人もみんなで楽しく遊ぶっていうことをやりたくて、負けても悔いなしです。いや、なんかそんな次のっていうのを、うちの方で今度出、はい、させていただくオーバーウォッチをでぜひできたらと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。楽しみにしています。もう期待しています。オーバーウォッチは5月24日の発売以来、全世界で大変なご好評をいただいております。フェアな戦いを心がけ、弊社メンバーも発売日から特訓を開始しました。スクエアエニックス対 SIE でオーバーウォッチ対決を開催しましょう。この全面対決は2016年7月22日で準備を進めております。もちろん今回も勝たせていただきます。森田さん、逃げるなんてことはありませんよね。良い戦いをしましょう。ご返答をお待ちしております。